倒産させてしまうダメな社長、3つの特徴。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今回は会社を倒産させてしまうダメな社長の3つの特徴を分かりやすく解説します。会社が倒産したり業績が左前になるのは必ず原因があるわけです。代表的なのが放漫経営。一口に放漫経営といってもいろんなパターンがあります。例えばずさんな管理体制、本業以外の出費、社員の不正、まあ言えばですね、もっともっといっぱいあります。ですが一番影響を及ぼすのは社長の性格や人格なんです。それがずさんな管理体制につながっていくわけです。で、結論をまず言ってしまうと、倒産を招いてしまう社長の特徴としては3つあります。まず1個目が優しい、2つ目が勤勉だ、3つ目は単なるいい人です。このような社長、もしあなたが自覚があったら気をつけてください。具体的には社員にダメなものはダメと言えない、無謀な要求を言う顧客を切れない、自分が我慢すればいいと相手のですね、条件、まあ悪条件を飲んでしまう。で、薄利でも頑張って仕事をしてしまう。まあ、はっきり言います。非常にですね、いい人なんでしょうが、ビジネス感覚には乏しい人です。社員にきついことを言ったら、頑張っているのにかわいそうだと思っているんでしょう。ダメなものはダメと言わないから、結局最後は社員と自分の首を絞めてしまうわけです。会社がなくなって一番困るのは社員と社長です。実はこの逆でもね、会社っていうのは倒産するわけです。冷たくて怠け者で悪い人、まあ、こんな社長だとですね、なかなか会社うまくいきません。まあその他、社員とか側近の言うことを聞かないワンマン社長っていうのも非常に危ない。まあこんなことをですね、頭に入れながらですね、経営をしていただけるといいかなと思います。ただ一つ言えることは、単なるいい人ですね。単なるいい人では会社は経営はできないということです。とにかくビジネスだということを忘れないでください。今日の話が役に立った、そして面白かったという人は、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。